ドルイドは勇気に詳しくないぞ。何？お前の方が詳しいってのか？黙れ。彼は誰よりも詳しい。ウィッチャーだぞ。なあ、俺たちの闘技場に勇気が取り付いてんだが、追い払う方法がわからん。なんとかできるか？勇気だが、対処してやる。詳細を知りたい。何を知りたい？悪霊が最初に現れたのはいつだ？じいさんのじいさんはその勇気を不運なウルって言ってたらしい。参戦した全試合に負けながらも常に怪我から回復したと。ウルは男らしく死ぬことすらできなかった。ある日トルマール族長が闘技場での競技会を開いた。その頃は対戦相手は大勢の中からくじ引きで決めてた。そして族長は不運なウルを引いたんだ。族長は勝利を確信し、ウルをあざきり、客席の全員が笑いすぎて涙を流すまで奴をからかった。さらには勝ち誇って両腕を上げたんだ。ウルは我慢できなくなって族長の背中に短剣を突き刺したのさ。死に瀕したトルマールはウルを呪った。数百年にわたり貴様が負け続けんことをとな。それ以来ウルは闘技場に取り付き、戦いを求め、何度かその欲求が満たされた。つまりそいつを倒そうとした者がいたのか？知らないのか。みんな奴を倒した。だが哀れにも蘇り続けてる。他ならぬ奴のせいで普通の試合が組めないんだ。どういう類の闘技場だ？ごく普通の闘技場だよ。ここで最強の戦士たちが対決する。スピカローグの試合はスケリッジ全土で有名だった。勇気が現れるまでか。なぜわかった？ウィッチャーは切れ者だ。こういうことに詳しいんだ。いいだろう。その悪霊を追い払ってみよう。だが無料ではない。片付けてくれれば優勝賞金をやるよ。さらに呪いが解けて戦いが始まったら入ってくる収益の一部をやる。おい、やりすぎじゃないのか？ちょっとな。でもいいさ、勇気を追い払ってくれるなら収益の一部をもらう資格はある。そうだろう？ああいい。ただし今回だけだぞ。悪くなさそうだな。ここで待て。すぐに済む。遠慮するな。誰でも勝てる。ただしおしゃべりは勘弁しろ。死ね勇気とか闘技場の悪霊をいざ倒さんとかいう雄たけびは千回も聞いた。うんざりしてる。武器を取れ。はいはい。だが手短にな。それとできれば大げさにしないでくれよ。どうした？おじけついたか？やめてくれ。ああ、よくやった。ブラボー。すぐに戻る。じゃあな。無意味だな。以前に他の者たちが倒しても、ウルは蘇った。別の方法を考えなくては。遠慮するな。誰でも勝てる。武器を取れ。はいはい。だが手短にな。それとできれば大げさにしないでくれよ。俺の勝ちだ。そうらしい。おめでとう。
だが、どうして永遠に負け続けるはずじゃ。あれは何だ。ああ、聞こえる笑い声と歓声が、杯を重ねる音が、そして声が、英雄の宴へと誘っている。価値を譲ったのか、解放してくれたのか、ありがとう神のご加護。さらばだ亡霊よ。やあ、もう亡霊はいない。今頃先祖たちと酒を飲んでるさ。やってくれると思ったよ。さてグナ、俺の勝ちだ。ほらよ、かけてたのか。ああそうさ、俺は成功するといい、グナーは無理だと言った。だからあんな羊のケツみたいな顔をしてるんだよ。そういう顔はよく見る、報酬の支払いの時にな。心配するな、俺たちには名誉がある。これがお礼だ。それと覚えていてくれ、闘技場がまた軌道に乗ったら収益の一部を払うよ。覚えておこう。じゃあな。やあ、商売は繁盛してるようだな。そうなんだ、誰も彼もが呪われた闘技場で戦いたがってる。収益の分け前もかなり増えたはずだな。もちろん。ほら、スケリッジでの仕事は最高だよ。また来いよな。すげえことは何でもここで起こるって決まってんのさ。そうだといいな。ではまた。